画と明日の作画とまたチューさんの顔も、変わってくると思うんですけども、今日はここにいらっしゃる以外のチューさんもいらっしゃるんですけどね、まずはどうでしょう、何か言ってもらっちゃいましょう。チーム名と意気込みを一言ずつお願いします。はい、今回初参加の、チャンキングと申します。コーチメンバーを中心に今年発足したチームで、横浜初めてでございますので盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。須賀井戸内霊関東と申します。初回から参加させていただいています。今日は幸いにも台風に被災せずにここに立つことができています。その方たちの分までというとおこがましいんですが、心を込めて踊らせていただきます。よろしくお願いします。隣に相模原から参りました相模蘭平丸と申します。第1回から4回目の参加になります。ご存知、ニュース等でご存知の方もいらっしゃると思いますが、この度の台風で相模原は甚大な被害を受けております。その中でも、被災された方々の心を寄せて、元気をお届けできるよう精一杯踊ってまいりたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。横浜で活動しています、祭りワイワイ横浜と申します。今日は皆さんと一緒に会場を盛り上げて、この横浜、みんなと一緒に一丸となって楽しんでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。懐かしく参りました、疾風ラムです。雨も上がり、本当に良かったと今ほっとしております。2日間お世話になります。仲間どうぞよろしくお願いいたします。例年参加させていただいている破天荒サポーティッドバイ安全輸送と申します。そうですね、今までちょっとお客さんに、元気を与える演舞という、テーマで練習してきたので、2日間、元気を与えられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。西東京市を中心に活動しているトンタクチェンと申します。今回4回目の出場とさせていただいてて、今回も大学生らしいパワフルな演技を披露できたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。日光市を本拠点にしておりまして、関東でも活動しております人平と申します。今年2回目の参加となりますけれども、関東メンバーちょっと少数で、ございますけれども、今日1日、横浜の盛り上がりに一役買わせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。朝霞市から来ました辰巳獅子連歌と申します。初参加のお祭りですね。今日だけなので、今日だけでも精一杯踊って皆さんに元気を与えられるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。東京都から来ました実況サクリエン4年目でたと申します。今年結成のチームということで、横浜サクリエンもちろん初出場なんですけども、来年からもこの横浜サクリエンを盛り上げられるように、今年の演舞で皆さんちゃんと注目を集めたいなと思いますので、ぜひ出てください。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。相模原で活動しているです。代表の中山がちょっと実行委の方で忙しく動いているので代役で、小山です。すみません。夫婦はとにかく元気よく笑顔で楽しくをモットーに頑張りますので、皆さんの声援もよろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ベトナムから参りました、バンと申します。今回は2回目です。本日、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今ね、実行委員のお話がありましたけれども、実行委員会は、神奈川よさこい組織委員会の中の、45名で、横浜よさこい祭りの、全てのことを準備してきて